顔じゃなかったの。
ないだ。首が痛いから肩から。あ、そう。Oh,
様、こんばんは。はい、じゃあウィンタースペシャルライブ2017ということで、ようこそヒーラブカフェいらっしゃいました。私たちはバタフライと申します。今日よろしくお願いします。はい、最初の曲は、録音モーションでした。で、ね、今日は本当に私たちの知らない方々もたくさんいらっしゃってますので、なんか緊張もしつつでも頑張っていきましょう。はい、でもまあほんまに一番のホームグラウンドのキーラブですので、でも久しぶりなんですけれども、また私のことをおいおい、お話をさせていただくとして、次はですね、シャーディという80年代にありました、スムースオペレーターをしたいと思うんですが、このスムースオペレーターというのはスムーズに操作をする人という感じなんですけれども、大人ばっかしなんで大丈夫かもしれませんが、ちょっと男の人でね、ちょっとジゴロな感じの男の人のことを言います。アメリカ全土を回って女を虜にする男を慕う女の話でございます。ぜひ聴いてください。 Smooth Operator。
はい、スムーズオペレーターでした。はい、ここでですね、実はバタフライ、結成からちょうど今年で3年経ちました。で、今年は本当に本当にいろんなところを初めて行かせていただいたところがたくさんあって、神戸でのライブハウスでも初めてできたし、大阪のライブハウスでも初めてできたし、初めて尽くしだったんですけれども、でちょっと待ってくださいね。マイク忘れてました。歌えなかったらごめんね。はい、それでですね、実は私たち6人います。今日キーボードを担当してくれてますなおちゃん、なおちゃんがですね、どうしても体調悪くて出れませんで、今日は今ベースを弾いてたなおみがお忙しいしてもらいます。大活躍をしてもらいます。ね、天満音楽祭とかメリケンフェスタとか本当いろんなとこに出させていただきましたが、今日は本当に今年の、何集大成、はい、つまり集決算と言いそうなんですけど集大成、で、こんだけのたくさんの、お客様の前で演奏できるの本当に嬉しいと思っております。では、次の曲用意大丈夫ですかね。はい、では次ですね、大体80年代の曲を私たちカバーをさせていただいてるんですが、これはもうちょっと古いかな、でも私たちもまだ子供だったんですよ。昔々はこの前人とようさんも歌ってましたが、昔々金井勝子さんが歌っておりました。他人の関係いきたいと思います。
彼と別れたのか、彼が亡くなられたのか、亡くなられたのかな、やっぱり大事な人が、そう、大事な人がいなくなった後も、なんで
太陽はそのまま輝いてるんやろうとか、海は岸辺に打ち寄せるんやろうとか、なんで世界は普通に回ってるんだろうって感じの歌なんですけど、でもすごく綺麗なメロディーで、好きですね。はい、でですね、次もうちょっとまあ大人しいこともないけど、バラードっちゃバラードですね。で私80年代の結構男性が歌ってるボーカルさんの歌も好きで、歌わせていただくんですけれども、今日はイーグルスの、デスペラードを歌わせていただきたいと思います。してたりとかしてる時に、声をかけてあげたい、
っていうような曲なんです、だから私はこの歌を歌うときいつもなんか大切な友達たち、もちろんこのメンバーたちも思い出して歌うんですけれども、はい、デスペラードでした。次暑いですね。はい、暑いです。なんかね、先のクリスマスっぽいチームがそこに。あ、そうそう、クリスマスチームがいますよね。おごチームやります。おごチームになっておりますけれども。はい。ね、この、私たち。久しぶりですよね、サンダでするの。反対に。そう、そうですね。ね、今回、ま、1年、9回目になるのかな、なんですけど、このウィンタースペシャルライブやることを声をかけていただきまして、この後の、小山道人さん、もうすっごい楽しみなんです。で、りゅうちゃんもね、もうご存知な方はご存知な、りゅうちゃんのボーカルの前に、でも前でよかったですけど、ボーカルに負けないように歌わないといけないんですが、まあまあもう私は私なりに、気持ちを込めてやるかなと思っております。楽しみましょう。楽しみましょうですね。はい、ありがとうございます。さあ、ここからは、はい、ちょっと楽しい曲ね、どん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 いきましょうかね、はい、では、いきましょう、コーヒールンバをバタフライにいきたいと思います。色
みちゃん、あのキーボードとハモンドオルガンとね両方を駆使して、ベースの音も弾いてくれております。なみちゃんよく頑張ってくれてます。右手でキーボードの音を弾いて左手でベースの音を弾いてるんですが、たまにソロとか弾くと落ちるかもしれませんけど頑張ります。次ね、行きましょうか。次はですね、もともと何やったっけ、 CCR でしたっけ、が歌ってて、いろんな、例えばロッド・シュワートのバージョンが大好きなんですけれども、雨を見たかい、いきます。 Have you ever seen the rain?
愛でした。ね、次ね、声の審査、声の審査でまだ見ていると思うんですけれども、はい、初ライブでね、初ライブって言っていいのって感じなんですけど、皆さんベテランさんなんでね、今見に貸してもらうつもりで今日は来たんですが、次ね本当に楽しんでいってくださいというか、皆さん飲んでますか？飲んでる人はーい、いろいろ注文ある人言ってくださいよ注文どんどん言ってくださいね、飲み物ね、食べ物もギラが美味しいですから、どんどんマスターのお料理も食べてください。はい、では、次ね曲しましょう。ラストダンサー、私にセーフ・ラスト・ダンス・フォーミー・クラス。You can dance every dance with a girl who keeps you. You can dance and hold you down. You can dance. You can smile. You can smile every smile for the girl who held your hand beneath pale moonlight. But don't forget taking you home and put down your gold of earrings. Don't you know I like it so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you so much. Saxophone go down. Yeah.
たら早いね。早いね。え、今もう40分過ぎなんですけど。早いね。終わりだ。はい。なんか喋りますか。いやもうね。本当ね、なんかバタフライこの3年で、まあ、いろんなこともあったんですけど、とにかくライブに出るっていうことを目標にしてやってきました。今年も9回1年目なんか12、3回だったかな。なんかもういっぱいいっぱい出てみんなに聞いてもらおうって思いながらちょっとずつ頑張っております。マニアックの年で音楽活動をできるなんて本当に幸せな限りです。皆さんがいてこそですので、またぜひ、バタフライもよろしくお願いいたします。はい。ということでラストソングいきましょう。ありがとう。はい。彼女も今年から仲間に加わってくれました。大好きなドラムです。アンドラムズ、ワキー。はい。そして今日は本当にベースに、キーボードに、いろんなことで大忙しをしてくれております。さすがと思いました。はい、オンキーボード&ベース、ノビー。はい。そしてですね、バタフライのリーダーなんですけれども、ギターとやっぱり私とのハモってもらう声は最高でございます。ということで、オーギターラッシュ。はい。そして彼女とも今年が初めてなんて思わないぐらいいろんな経験を一緒にしています。アンサーストボーン、オーガちゃん。バタフライにはキーボードのナオちゃんもいます。そして、バタフライのボーカルをさせていただいております、ヒデミです。今日はありがとうございます。はい。では最後の曲になりますけれども、この曲もですね、
てくるので、もうまあそんなね古いギャグも出るような年ですね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。もう一曲最後に、演奏させていただきたいと思います。これも80年代で入りました、アメリカンジゴロっていう映画の、曲にもなっていたんですけれども、そう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 、いきます。ブランディのコールミI'm sorry.
¡Gracias!
Thank you.
バボまだな。
Thank you.
Thank you.
本当に本当に大事ですから。
知らない曲ばっかりでしょうけど、まあ、あのもしかしたらご存知の方もあ、オーディストに言われますけど、今のはゲッタムというハゲを歌った。次は、またこれもちょっとバラードで、スイートソウル3連の、ね、スイートソウルミュージックという曲です。今日が初ライブで、今年最後なんですね。ちょっと練習が間に合わなかったんですが、まあ、皆さん頑張って、ね、とか今日にこぎつけました。短い時間ですけど最後までよろしくお願いいたします。Thank you.
これは昔ね、アドルトセブンというバンドをしてまして、リンケさんとハギとニコ・ゴリオルはサンさんとやってまして、ね、その時に作った曲ですけど、次の曲もですね、その自分の曲です。もうかれこれ、ウェルです、25、6年ぐらい前かなにやってた曲ですね。だからもう今回やることによって完璧に忘れていまして、歌詞が出てこないんでね、あかんわ。財布をどこに置いたかとかすぐ忘れるから、冷蔵庫開けて、あれ何取り来たやろ、どこに置いたら嫌なってことだな。もう52ですからね、嫌な。いや、若いこれ、いつまでもあなたよりは一切言わせない思えば次はラテンですね。ラテンのリズムで皆さん行きましょう。灼熱地獄のメキシコにご招待したいと思います。今はボーダーのね、麻薬取締り班がだいぶ活躍してるんですけど、でもええとこですね、行ったことないけど。それでは聴いてください、メキシコや。
出たわ、鼻が。びっくりした。これも使えます。俺にある彼が、一番若い僕らより一回ぐらいしたのかな。だからできる場だよな。俺らでも明日も多分1時まで寝とるな。今日はね、お客さんの中にも、まあ、同級生とか、まあ、同年代の人もかなりいてまして、10代の頃、僕は16、17かなやってた、まあ、ハグが中心になってた姫っていうアイドルグループがありましたね。そのもう今はもう見る影もございません。見る影も兵もございません。その頃ねやってた、曲を、ちょっと4曲かな4曲でメドレーで、まあ入ればあれにしてやります。ちょっと短めなんですけど9曲がワンコーラスずつぐらいの曲を、集めてメドレーにしてみました。メドレーってどんなメドレーちゃう。メドレー OK、yeah.Oh, man.
当時はバブルでね、真っ盛りで、あ、いろんなところで、バンドコンテストなんかがね、大小あってよく出ました。この曲も何度かやって、結局まあ優勝したことはないのかな、準優勝ぐらいまではないかということがあって、あの頃はね、燃えてたんやけど、人生ね。皆さんも若い時は何かで燃えてましたか、パチンコとか。昔は打ち止めいてね、よう出たら1時間ぐらい止められたから、早開けてくれとか言うと、まあ、どうでもいい話ですけど。ね、今年ももう早いもんで、12月も半ば過ぎました。あと半月、15日ですね。そして早いもんで、次の曲で終わりだったんですよ。ね、まあ、皆さんのお心遣い一つで、まだまだ続きますけどね。僕はまあ、皆さんのお任せしますので。とりあえず、これで終わります。よろしいでしょうか、皆さん今から準備しておいてくださいよ。解散。それでは、ロンリープレイです。Oh,
それではアンコールにお答えいたしまして、これも、夢の曲ですね、アップテンポの曲です。皆さんよろしく、拍手のこと、拍手だ、ひどいのことよろしくお願いします。いいかな。 OK、 ハニーハニーハニー。Love.
Thank you.